明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2021年でございます。あっという間に2020年過ぎてね、いろいろありましたけど、スタートしたということですね。はい、こんなね天気もいい感じで朗らかな感じですね。はい、のんびりした雰囲気のサイドパーク、2021年、スタートいたします。はい、はい、今年もねよろしくお願いいたします。お願いいたします。まあ、2020年いろいろありましたけど、まあ、一番大きかったのはやっぱりあれですか、コロナですか。皆様大変だったと思いますけど、ね、今でもまだねなんとなくこうざわざわざわざしてますし、うん、ね、お正月の過ごし方いろいろ、あるかと思いますけど、はい、そうですね、楽器屋的にもこうなんかもどかしい感じというか、試しに来ていただきたいなと思いつつもなかなか来てねお試しくださいとも言いづらいという状況がかなり続いてましたけど ね、まあ、動くなと、動くなと、いうことでございますんで、うん、じゃあ動かなければ、まあ、動かないなりの、ね、やっぱりこう紹介の仕方とかいろいろあるんで、こういう動画を見ていただいてですね、楽しんでいただいたり、うん、知識を得ていただいたりとか、そうですね、はい、していただければなと。まあ、そういった意味では2020年はだいぶ、ね、その動画のコンテンツというか、ご自宅で皆さんにこう見ていただいてね、楽しんでいただけるようなものを意識してだいぶ撮ったりとかしてきましたけど、はいはい、まあ、一番我らも力を入れてやってたのがキャプテン坂本のブルースいいよねと、もう本当にちょうどコロナになってから始めた企画でございまして、2020年で、ボリューム1から9までかな、はい、まだまだこれからも続きますけど、ね、あの辺を皮切りに、そうですね、はい、で、まあ、あとブルーグラスですね、ブルーグラスですね、はい、新米ついてますけどね、まだ動画としては、ね、1回しか撮れてないですけど、着々と練習は続いてますよと。なんかこの今ね見ていただいてる方もなんかなんとなくそんな雰囲気が出てるんじゃないかな。そうですね、まあ、今映ってる、ね、楽器でこうマンドリンとかおバンジョーとかおちょっとこう、ね、ブルーグラスアイテムが増えてるのはなんでかと、ややこしいですね。ブルースいいよねと、ブルーグラスいいよねになっちゃうのかもしれませんけど、そうですね、店で流してる YouTube のチャンネルもね、ブルースとブルーグラスしか出てこないですからね。もう似たような雰囲気ですけど、ね、音楽ね、ちょっと違いますけれども、私はまあゆったりとブルースと、まあ、彼はまあ、あれですね、どっちかというとちょっと世話しない感じになりますけど、そうですね、煽られてる感じ、アップテンポですからね。やっぱどうしてもこう、はい、ブルーグラス見ていくと、まあ、ギターも難しくて、ね、練習しがいがたっぷりとあるんですけど、こう触れてこなかった楽器っていうんですか、それこそマンドリンとかこのバンジョーっていうのが果たしてどういうものなのかというのはやっぱ興味が湧いてくるわけでして、そうです、決してギターはもうダメだと、まあ、挫折したわけではない挫折乗り換えたわけではないんですけども、はい、ギターはですね、まあ、そのまま弾き続けてですね、やっぱりそういう、まあ、動画見てるとやっぱ出てくるわけですよ、頻繁に、バンジョーとかマンドリンが出てくるとやはりこう気になってですね、どんなもんかなと、そうですね、ついついこう手を伸ばしてしまう、体質なんでございますね。そういうことなんですね、はい、だからもうマンドリンなんか触ってみるとよくわかりますけどね、実はマンドリンやっぱりこうリズムを切ってる楽器なんだなというのを触ってみると初めてわかるという、そうですね、私はもうガンガンエレクトリック路線では行ってはおるんですけども、こっち行くとでもほぼアコースティック路線という、さらにアコギからですね、マンドリン、そしてバンジョーと、うん、どんどんこうレンジを広げているという2021年はそんな年なんじゃないかなと。そうですね、そもそも2020年の、まあ、家で、ね、過ごす時間が多くなった中からこうオーディオで家でウサギの耳使ってね、そうですね、レコードを聴けるように自分の家でしたりとかっていうところがこう始まりまして、まあ、こう一番最初はこうビリーストリングスとかモリタドルとかこの辺聞きながらやっぱやっていくと気になる楽器だという、若い世代の方から聞いてた、ね、そうですね、もちろん大御所のこうね、私なんかどっちかというとドクアトスですね、もちろんトニーライスとかそっちの方が、はい、いいんですけれども、まあ、そこはもう外せないところだと思うんですけど、まあ、そういうところからちょっとやっぱり他の楽器も気になって、はい、マンドリンバンジョーまでついには手を出し始めたぞと。確かはどこまで、そのいつまで新米でいるかという釘をつけられたわけですね。そうですね、坂本さんマンドリンの音聞かせてください。
マンドリンは私はあのエレクトリックプレイヤーなんであんまりこうマンドリンはこう弾けないですよね。なかなかね、ちょっと持っちゃったりとかして。なかなか陽気な感じですけどね。でもやっぱり響きは綺麗ですよね。まあ、あのブルースになってしまいましたけれども、私はこっちの方がどっちかというとこういう感じになるんですけど、まあ、楽器が違うんでね。そうそう、何持ってもあのブルース弾いちゃうみたいな。そう、あのうちの渋谷の錦戸くんなんかね、マンドリンのチューニングがどうなってるか知らなかったみたいですけど、うん、もうちょっと軽く説明してみてください。あの簡単に言ってしまえばギター弾く人で、ね、が一番分かりやすいのは、まあ、ギターと反転してますと、まあ、あのバイオリンとかと同じなんですけど、ギターとあの低音源から EADG ですけど逆になってますね。 EADG のこれユニゾンの、音になっておりますね。頭でこうひっくり返せばギター弾ける人だったらなんとなく、そうですね、逆立ちして弾いていただくとか、うん、一回頭下げてもらってこうひっくり返せばこうなるのかなと。これ G が出ますね。これ C が出ますね。簡単なんですけど、このでもなかなかこうウクレレと同様ですね、こうフレット感がこう、うん、かなりスケール的な問題もあってこう詰まってますね。なんかマンドリンの説明になりだしちゃって、これなかなか大変です、ね、大変なんですけど、ちょっとハマりますよね。そうだから、こういうマンドリンの響きとか、こういうバンジョーのこういう独特な、ね、音の響きっていうのも味わったことが今までなかったものなの で、 そうです、ね、まあ、2021年橋川はちょっとこのブルーグラス幅広くいろんな楽器練習していく年にしたいなと思っております。私はこれでブルースをやるわけではございません。何を持っても弾いてはしまうんですけども、あの、まあ、ブルースいうのはまだまだちょっと続いて、いきますので、一番ホットなとこ、まだやりたいホットなとこ来てないんじゃないですか。まだ来てないですね、うん、個人的な趣味丸出しのところはもうちょっと先かもしれませんけれども、またあれですね、あの自宅でレコーダー漁ってもらって、はい、これさすがにアナログ版がなかなかないもんでございますその辺はまあも含めて、うん、古い人たちがいいんですけど、比較的新しい人たちはやっぱり、アナログ版がないので、うん、それは、別の、まあ、紹介の仕方をしようかなと思います。そうそう、ウルスいいよねはだいぶあのファンの方からの突き上げ大きいんでね、リバーブかかってますからね。そうそう、はい、あの期待してる方も多いと思いますので、ぜひそこは坂本浩二に頑張っていただきたいなと。個人的には結構あのでかい銭湯で言うとあんな声で響くのかなぐらいにブルースいいよねと、しっとりしてるというか、 なんか深いのか分かんないんですけど、あそこだけなんかリバーブがかかるのがいいっていうのに、まあ、あのおっしゃっていただいている方もいらっしゃいますので、そこはちょっと外さず、そうですね、今年もですね、ブルース、ね、うん、一直線ぐらいな感じでいきたいなと思います。坂本先輩の魅力を存分にお楽しみいただければと。そのうちバンジョーとあのマンドリンでブルースをやると。ちょっとバンジョーは本当にあのお題設けて曲練習しようと思ってるんですけども、あまりにもあの指が絡まる運指なので、はい、特に右手が ね、 そうですね、左はオープンチューニングなんでね、ちょっと違いますからね、やっぱギターとね、さすがにそうなんですよね、はい、ちょっと一からそこは勉強したいなと思っております。いいことだと思います。ちょっとこれあの披露しますんでね。練習してましたよ ね、 それ 練、 習ね、練習してるんですけど、まあ、あの今のお正月のこの期間もあの家で練習してるんですけど、より弾けるようにちゃんとなることを目指してやりたい。ご家族の迷惑にならないような音量で、ね、あの家でやるときはちょっとミュートしないとあまりにも音がでかいので、はいはい、あの彼が苦情出てますので、はいはい、あのそんな中あの楽器はやっぱり生楽器は音大きいですからね、気をつけて弾いていただくと、の時間を有効に使うと、いう、年明けでございますね、はいはい。まあ、こんな感じでサイドパークね、2021年もぜひお付き合いいただければなと思います。あの、まあ、私もアコースティック、別にアコースティックやりますけど、まあ、基本的にはこうエレクトリックのそうです、ね、濃度が濃いのが私 で、 そうですね、歪んでないとダメですからね、ギターは歪んでなんぼだっていう、はい、まあ、それは置いといてですね、あの、まあ、アコースティックの、橋川とエレクトリックのサポートと、いう感じで、今年もやっていきたいなと思います。そうですね、アコースティックコンテンツも錦戸青年が一生懸命作ってくれるということなので、今度その辺も合わせて、ね、ご紹介したいと思います。そんな感じですかね、はい。まあ、ぜひ2021年もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。俺弾けばいいのか
で歌